山から帰ってきてゆったりしてます。夕方になったら火でも起こそうかな、炭か。夕方になったら炭でも起こそうかなって思ってます。ただ今日は風が強いのでちょっと迷ってます。行っちゃってみてください。とりあえずここに1個乗ってるけど、カバスのバーベキューグリル、バーベキューの始まりです。プーさんが味付けしてくれています。100均の炭ともうちょっと高い炭のコラボです。うまくできるかな、つかないかな。大丈夫でした。はい、乾杯。はい、食べてみます。うん、よしゃぐよしゃぐ。今日のタレはスタミナ源ゴールドです。サラダです。すごい感じ。お皿、お皿食べてみて。うまそうだ。うまそう、うまそう。怒っちゃう、怒っちゃう。あん、うん、うまいうまい。ホッケは白ワイン、締めはステーキです。かなり寒くなってきたのでテントの中に引きこもりました。ホットプレートの上にフライパン、お肉を乗せれば冷めずにいただけます。8時42分です。テントの中は18度、クロノスキャビンの3、背が低いので強風が吹いても安心です。テントが呼吸してます。おはようございます。2泊目の朝です。今6時2分です。昨日は雨は降らなかったので比較的乾いています。こんな感じ。鳥さんがいます。お迎えのキャンプ場には誰もいません。今朝の船着き場です。バンがヘコヘコ泳いでます。今朝の前室です。昨夜のバーベキューこんな感じで楽しめました。綺麗に燃えました。これから捨てます。おしまいです。新聞紙でくるんでケースに収めました。学んだこと、新聞紙を1枚一緒にこの中に入れておくと便利かな。すごいね、今朝の昨日の残りステーキグリルできました。超うまそう。そして焼きおにぎりいただきます。超うまそう。うん、焼き具合うんよ。焼くね、焼くね。うん、朝から肉食。うん、うまいです。ステーキモーニング、パワーブレックファーストです。あらかた撤収終わりました。あとはテントを積んで帰るだけです。 N1 にいろいろ積んで外食なしの2泊3日。
楽しかったな。二畳のホットカーペット上手に引くことができました。ピカ富士最古、また来たいキャンプ場が増えちゃいました。無事撤収終わりました。ホットカーペットの形にやっぱり乾いてます。湖を見ながら早昼、鳥がチーチー鳴いてます。何気に風が今日もあります。誰もいないキャンプ場、キャンプ場でこういうのもね久しぶりだね。すごいのが来た、かっこいいね。バンライフだよ。カレーうどんです。うんうん、外で食べると美味しいな。高規格キャンプ場で過ごした2泊、お風呂も入り放題でなんと3,700円、 B 料金で連泊割引、アフターホリデーか。ここに泊まるとよそに行けません。夏も来たいよね。でもハイシーズンはとても泊まれる料金ではありません。今回は当たりかな。帰りがけ中をちょっと散歩してます。かわいい色のパオがあります。アメリカのモーターホームがいっぱい並んでます。ここが私たちが泊まったサイトです。今日はあの屋根の下でテント畳みました。今の季節は3時から24時まで利用可能です。にじますさんがいます。素敵なログハウスです。中はこんなです。ちっちゃいテーブルとエアコンあります。はい、楽しんだ2泊3日、お家に帰るぞ。ランドクルーザーかっこいいな、4ナンバーのプラド。こう見えてこれもなんちゃってですが四駆です。ターボもついてますよ。帰ります。